僕の名前は下駄花尾。この度はお疲れ様です。お疲れ様です。ご遺体とご遺族の別れを粛々と支える火葬場職員だ。葬儀、火葬は個人の死を悼み、静粛な空気で行われる。それではお骨上げをさせていただきたいと思います。あんな太ってたのにダイエット成功やね。だが時にはその空気を嫌がり、おふざけになる人物もいる。なあ、あんちゃん。進めましょうか。はい、では生前と同じように足元から。市松くんは愛想笑いをしてやり過ごしていた。そしてお見送りを終えた後、市松くん、火葬場では笑うのはやめよう。え、なんでですか。ここは厳粛な場所だ。職員が笑っているとクレームが入ったりする。クレームですか。昔ある先輩が遺族からいい天気だねと笑顔で言われ、笑顔で応対したら別の方から苦情が来たことがある。なんで。確かにそれくらいでとも思うが、笑顔を見せる場でないのも確かだ。ってことは下駄さんは仕事中笑ったことはないんですね。いや、前職の葬儀社員だった時、遺体を見て爆笑したことが。爆笑。なんで我慢できなかったんですか。いや、あれは誰も我慢できないだろう。あれは火葬場職員になる前、葬儀社で勤めている時。下駄、今警察から連絡があった。引き取りに行ってくれ。警察ですか。ああ、ご遺体の様子を確認してくれ。通常ご遺体を引き取るのは病院だ。警察署を指定された場合は変死の時だ。変死、つまり事件事故で亡くなられた。この場合は損傷が激しかったりする。お疲れ様です。村本さんが担当ですか。ああ、下駄さん、こちらへ。そうして案内された安置所には膨らんだ納体袋が一つ置かれていた。こちらがそのご遺体です。はい。ご遺体を目視するのは遺体の措置やドライアイスの量などを判断するためだ。合掌を終え袋を広げる。これは水死ですか。ああ、川釣り中の事故で2日後に発見された。水死体は生前と姿を変え、皮膚が真っ白になり体は膨れてしまう。かろうじて顔は大きく変化はなかったが、これは葬儀でお見せしない方がいいですね。だろうな。変わり果てたご遺体を見せてショックを与える必要はない。その線引きをするのも仕事だ。そうしてしばらく経つと、ご家族である奥様がやってきた。この度は葬儀社の下駄です。憔悴した様子、さぞ眠れない日々だったのだろう。女性はご遺体に飛びつこうとした。なんで、あなた。それではご遺体を葬儀会館へ移動させていただきます。その前に、釣りの日から彼の姿を見ていません。一目見させてくれませんか。ご遺族の言い分は至極真っ当だが、ご遺体は対面なさらない方がいいと思われます。水を吸ったりガスが発生したりして生前のお姿と変わってしまっていて。いえ、それでもいいんです。我々が説明しても意思は変わらなかった。ここで押し問答していても仕方がない。僕は折れることにした。ではお顔だけ。ありがとうございます。お見せすると、女性はやはり変わり果てたお姿に言葉を失った。悲しみが体を動かし、彼女はご遺体に抱きついた。なんでこんな姿に。うわあ。少しだけ時間をください。ただ警察署は別れの場でもない。別れの場は葬儀会場だ。悪い、この子業務が。はい、それでは参りましょうか。そう私が促した時、信じられない事件が起きた。なんとご遺体の鼻から小さなカニが飛び出てきた。水難時に体内に入ってしまったのだろうか。ともあれ緊張と緩和というか、遺体からカニ、この違和感の妙がユーモアに感じてきてしまう。なんでこんなとこに。あ、入ってたんですかね。カニ、早くどっかに行ってくれ。心底そう願った。だが自然生物というのは空気を読んでくれない。はあ、ピッサイ、何してるんだ。あ、両手の尾を掲げて我々に存在をアピールする。いや、そこでピースはないだろ。あ、ダメだ。自分でツッコミを入れるとよりおかしみが際立つ。うわ、村本さん、もう耐えきれてないよ。ダメだ、冷静になれ。落ち着いて取り繕うぞ。カニがいましたね。あ、いや、カニがいましたねじゃない。そういえばさっきの入ってたんですね、もう相当間違ったこと言ってたぞ。落ち着け。心を鎮め、私はご遺体、ご遺族に向き直ろうとした。が、その時、カニが出てきた方と逆の右の鼻の穴へ入っていった。え？あ、左が入り口で右が出口。考えるな、ご遺体の前だぞ。なんでカニが出入りするの？あれ？ご遺族もついに笑い始めてしまった。そこで私もついぞ笑顔になってしまった。すみません、笑ってしまって。いえ、おかしな人。最後まで人を楽しませて。こんな状況では人は笑えるんだな。いや、もしかしたら悲しませたくない旦那様の計らいだったのかもしれない。
その後遺体を引き取り、葬儀は無事円滑に終了した。いや、笑ってはいけない状況に追い込まれた上でのカニは厳しかったよ。いや、めちゃくちゃ面白い話じゃないですか。うん、でもこれは結果往来。普段は決して笑ってはいけない。人のお別れはそれだけ尊ばれる必要があるから。はい。葬儀は一回きり。その機会を汚さないように我々は黒子として精一杯職務に臨む。